カットしていただくのはレイクランドテリアのノエさん。9時半に家を出て12時の予約で向かっています。通い慣れた道を抜けて世田谷区の二子玉川駅です。田園都市線のガードを抜け玉堤通りへ、川沿いの道を目黒通りへ向かいます。綺麗な街になる前は遊園地があって映画館も併設されていた娯楽の街だったのです。そして夏の花火もいつの間にか10月5日の予定とか、気候の変化で夏の開催ではなく安全な秋口の開催に変更されたようです。夕立のない季節で雨を避けたのでしょうか。台風が心配ですね。堤通りはここまでで、ここから先は工事中の目黒通りへと、ここに橋が架かり目黒通りが対岸へとつながるのですが、いつになるのでしょう。コンクリート製の橋桁も完成していて、多摩川の景色が一変してしまいました。カワセミ撮影していたこの河原もその景色はありません。あれ、対向車のレクサスの後ろにトヨタミライらしき姿、ミライです。ミライが対向車線に、なかなか合わないミライがやってきました。なんだか嬉しくなってしまいます。田舎道では会ったことのないトヨタミライ、そんな気持ちを抑えて目黒通りへ。あと少しで到着です。目黒通りから環状8号線、その先を大井町線等々力駅方向へ。買い物客と等々力渓谷で人出の多い駅前を抜け、多摩川警察署方面へ。